広島市立観音中学校は、広島県広島市西区南観音3丁目にある公立中学校。義務教育を終了していない人のための夜間学級が併設されている。学校周辺には、郵便局、区役所、税務所、消防署などの公共施設があり、国道2号や路面電車も走っているなど、広島市中心部へ侵入する要所に所在している学校でもある。 また、中学校では珍しく二宮尊徳像が、正門に存在する。学校教育目標推進計画。広島市立観音中学校。2010年1月11日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年9月10日閲覧。広島県所属中学校土俵。教育開発オンライン。2020年10月10日閲覧。ABC。 広島市立観音中学校校長。広島市立観音中学校。2015年9月10日へ図覧。AAB 第一高等小学校は1932年創立で、現在は広島市立段原中学校となっている。第三高等小学校は1939年創立で、 現在は、広島市立水町中学校となっている。小学校、中学校の通学区域一覧、西区学区順。広島市。2015年9月10日へず覧。広島市立観音中学校の部活動紹介。広島市立観音中学校。2015年9月10日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年9月10日へず覧。公共交通手段。 広島市立観音中学校2012年5月31日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年9月10日閲覧ありがとうございます。